江藤家住宅は1830年に建てられた江戸時代の郷土の邸宅で、豪農民家と武家屋敷の特徴を併せ持つ国指定の重要文化財です。文化財としては珍しく、現在も11代当主の江藤武俊さん家族が暮らしています。7年前の熊本地震では母屋が傾き、屋根瓦や土壁が落下するなど甚大な被害を受けましたが、できるだけ元の部材を使って復旧させたということです。今地震のことを思い出しますとね、この本当に全壊状態だったわけですから、どうなるだろうかと思いました。次の世代まで残っていきますようにですね、いろいろ考えていかないかと、こういうふうに考えております。一般公開は今日午後3時半までです。